辺境の城だと聞いていたが、どうして。素晴らしいところではないか。一流なのは剣の腕だけではないようだな。わらわは世辞など言わぬ。申し訳ないが、席を外させてもらうことになった。レネスか。ムラガの奴め、我らがマシュリー殿を襲撃拉致したと思っているようだ。モントよ、戦支度だ。フェネス軍を迎え撃つ。ですが。異論があるのか。フェネスは敵ですから、戦うことに依存はありません。しかし、誤解を解いて戦を回避できるのであれば、民や兵の命が無駄には。ほう、これを無駄な戦だと。いえ、そうではなくて。ならば父上、俺に出陣のご命令を。第二王子シュテルか。はい、そのようです。剣の腕はエルデ殿をしのぐとか。しかし、解せないことが。他国との戦にはなぜか出陣していないようなのです。ほう。父上。お前は城で待機しておればよい。キトン、シュテルを見張っておれ。よい。なぜ、どうしてですか。何度言わせるのだ。リオニスの血は絶やさぬ。たとえ神を敵に回そうとも。理由はそれだけだ。出陣だ。フェネスに目にもの見せてくれようぞ。
中へ。こたびの戦、総力戦となるような、そんな気がします。シュテルも出陣させるべき、そう言いたいわけか。はい。弟の力を借りねばフェネスを退けられぬとはな。フェネスの本体ならば甘く見ぬ方が良いぞ。なんで君がここにいるんだ。破砕の異名を取る軍勢、まともにぶつかっては勝ち目はない。父上、なぜマシュリーが。マシュリー殿は自ら志願し戦に同行することになった。心配など無用、自分の身は自分で守れる。そなたのことも守ってやってもよいぞ。今からでも遅くない、早く城に戻るんだ。あの城は思った以上に居心地が良い。だがわらわはじっとしていることが苦手なのじゃ。モント殿、どうかお許しを。それにわらわが同行した方が都合が良いのではないか。どういう意味だ。